皆さんこんばんは。アコースティックナイトパート2でございます。はい、今年もあと2回ですね、なってしまいましたが、早いもんでね、1年あっという間に、過ぎてしまいます。はい、今日はですね、皆さんに、来月ですね、もうクリスマスね、24日クリスマス、クリスマスイブですね、ありますが、まあ、その過ごし方をね、どういうふうに一人で過ごされるのか、お友達と過ごされるのか、付き合ってる彼女と、また奥さんとね、暮らされるのかね、まあ、そのところをね、ちょっと探りながら、やらしいですね、なんか探りながらになってね、聞きながらですね、お話を進めたいと思います。今日はですね、参加ですね、参加される方12組の方ですね、今日東京からもね、ちょっと、お客様見えてますのでね、もうね、だいぶ前から予約入っておりましたが、ヤマト X スターさんね、はい、今日はね、ちょっとスペシャルで、まずちょっと余分にね、曲もやってもらいますが、そちらの方もね、必見です。よろしくお願いしますね。はい、今日はあと浩平さんとか佐野さん、ユングラウさんですね、タビトさん、ミノーラさん、ユミトモチェリーパイさんね、ずっと来てくれてますが、マスケラさん、はい、大勢フォークビレッジリターンさん、今日ね、久々に来ていただきました。そして、あとは唐沢くんですね、もう恒例ですが、はい、若手のホープ、ね、頑張ってこれからもね、頑張っていただきたいと思いますが、はい、そんなことで、進めていきたいと思います。で、PA の方、デウス君、ね、はい、そして、チーフサンちゃん、中にいるね、はい、そして、マダムね、この日本の提供者、はい、で進めていきたいと思います。総合司会は今日は小林くんがまたお休みなのでですね、お茶の間住人シャンディが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっと前まで菅田将暉にハマってましたが、最近、坂崎さんにハマりましてですねハマることがちょっと多くて、はい、アルフィーとかですね、で昔の曲をね結構聴くようになりましてですね、昔はやっぱりフォークソングとかあの辺からねやっぱり入ってますんでね、まあ、メリーアン以前のですね80年代70年代後半とかですね、もうなんか46周年ぐらいなんですけどね、ある日もね、はい、で解散せずにやってるってすごいですよね。解散しないバンドっていうのもね、再結成とかもありますが、はい、そのままずっと続けてさだまさしと同じぐらいね、本数もですね、あのライブの結構やってるっていう、そんな、坂崎さんにハマっておりましてですね、ちょっと、そのアロフィーの恋人になりたいという歌がありまして、これをですね、ちょっと。友達のままでいましょう、そんな感じ。
が切なくて、だから今白いマンションも赤い車も君のために買ってあげよう。宝くじでも当たれば分かっておくれ、世界一の愛を君こそ誰にも渡しはしない。 I wanna be your lover、これは、坂崎さんがですね、オールナイトニッポンのですね、昔2部やっておりまして、その時にですね、匠澤さんがなんか坂崎さんに書いたっていう感じの、ね、曲なんですが、まだね、アルフィーね、ご存知ですよね、はい、Z アルフィーね、昔はアルフィーやってたんですが、コミックバンドっていう感じもありますけどね。はい次の動画ですね、水曜の 朝午前3時という歌でございます。ちょっとね、サイモンとガーファンクルに似ている感じのところがありますが、そんな歌をね、歌っていただきます。水曜の朝午前3時。心広げる。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後ね、お別れになってしまいましたが、はい、ですね、じゃあ久々にね、半年ぶりぐらいですかね、オリジナルのハッピーバースデーをですね、ちょっと歌って、お別れします。で、この後ですね、久々の大曽根フォークブレッジダンスが揃いましたんでね、今日もね、お二人、歌っていただきます。そして、唐沢さんね、歌っていただきます。そして、今日ですね、ゲストの大和、覚えれんな大和 X 大和さんね、はい、続きます。はい、そして、佐野さんとかね、今見えましたんでね、みのろさんもね、今、見えました。はい、じゃあ行きましょう。ピーバースです。
はい、今日ですね、久々の大谷フォークプレッチャーリレッジリターンです。ですね、2月もですね、またあの、フォークングナイト、行いますんでね、そちらの方にもね、お二人で参加していただけるということで、はい、日本にね、こよなく日本のフォークングをね、愛するお二人でございますが、はい、今日も武井さんの素晴らしいギターの曲ですね、伊藤さんのボーカルね、見応えがありますのでね、一つ必見です。よろしくお願いします。はい、それでは大谷フォークミュージックガールのお二人でございます。よろしくお願いします。久しぶりですので、すごく緊張しておりますけど、そういう曲しかできませんよ。終わりでしょうか。
入院だとか、いろいろありましたが、元気に帰ってきましたので、これまたね、またこれを始めさせていただきたいなと思ってます。で、僕らがやってるのはオリジナル曲は全然なくてですね、高校生、まあその上で、まあ、10代、まだまだ青春をかけてるみたいですけども、次の曲は、赤のれでね、かぐや姫の22歳の別れっていうのを皆さん知ってる皆さん。Thank you.
彼はいろんなところがちょっと詰まり始めてて、血管がね。僕はここら辺にあのこうポリープなんかできちゃったりして、今治療中なんですけど、病人ですね、2人ともね。で、前の健康診断で、あので糖尿病があったりとか、病気自慢ですけど、あの糖尿病でタバコを吸うのかと。で、ポリープは、そのうち喉が痛くなって、そのうち心臓が痛くなって、止まりますよって言われましたけど。では、最後の曲、シグナルの。どうもありがとうございました。大曽根フォークプレジデンスダンスさんのですね、伊藤さんと柿江さんでございました。はい、それでは、聞いていきましょうかね。今年のですね、12月のクリスマスイブ、クリスマスの過ごし方ですけどもね、どんな風に過ごされるんでしょうか。
さんさん、かみさんと過ごしてるかもしれませんね。どこの人かありませんので。そうなんですね。はい、ありがとうございます。仲良くね、いつまでも、過ごしてくださいませ。はい、影井さん。少し静養しながらね、ゆっくり休んでいきたいと思いますということでございました。はい、それでは大曽根フォークビレッジのですね、お二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、続きまして、恒例でございます、唐沢さんでございます。ね、本当にいつもね、彼偉いなと思うんですけどもね、パート1とパート2とね、両方、毎回ね来ていただいて、頑張って歌って、来てくれてます。はい、見習いたいと思います。今年の解禁賞ですかね、両方とも。いや、意外に そういうわけでもなく、そういうことわけでもなく、結構休んでます。あ、適当に休んでるんだ。はい、抜いてるということでね。はい、ミュージシャンの方も今ね、どんどんね、参加来ておりますのでね、サクサクいきたいと思います。はい、それでは、唐沢さんです。よろしくお願いします。
見つめられて言葉を失って気がつけば逃げ道を立てて君が思うままのシナリオを飛び飛ぶところよ歌を歌いたいと思います。もしかしたら、ちょっと
の感じの君といたあの季節笑い話にはまだ程遠くて捨てられない手なもない手紙どこからかも冬の足音色めく街のショーウィンドウを道行く人はなぜかよそよそしくて凍える胸モノクロの世界ため息は行き場を失いたまま恋しくて恋しくて君の名を呼んだまた行き舞う空帰らない思い出は白くり積もり心の中に溶けてゆく忘れてしまうほどに見つめあった切なくて切なくて強くの季節をもてあそんでみてもさんさんと降り注ぐ淡い光が今滲む涙で霞んでる傷つけたくないと願うことで君を傷つけてしまったその過ちに繰り返っちゃいけない
ありがとうございます。はい、クラスターさんでした。どうもありがとうございました。またね、来月もですね、よろしくお願いいたします。それでは、クラスターさんに聞いていきましょう。12月24日、25日のですね、クリスマスの、過ごされ方。はい。金沢さんはですね、お仕事された後一人で、まあ次かちょっと分かりませんがね、お友達とか分かりませんが、飲み屋さんで、飲んでるということで、はい、それでは金沢さんですね、もう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。また来月もですね、パート2の方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。